い、皆さんこんにちは、シロです。よろしくお願いします。ということで、人気投票ガチャのね、最終アンケート結果が、公式から発表されまして、モンストニュース内で発表されましたね。トップ20まではニュース内で発表したんですけど、公式サイトでトップ100までが細かく、発表されたと思います。で、毎年毎年ね、なんか知らないけどね、人気投票のね、そのキャラの順位発表の時めちゃくちゃ見づらいんですよね。あれなんだろうね、わざとやってるんですかね。あれめちゃくちゃ見づらいんですよ、毎年。だから去年もね、めちゃくちゃ見づらくて、で、だから普通に純粋に1から100みたいな表を出してくれないんですよね。なんか何々組みたいな感じでいつも出してて、めっちゃ見づらいんですよね、いつも。はい、だから自分なりにね、表を作って、で、今回は僕が作ってきた表を大きく出しながら、みんなと一緒に、まあ、いろんな需要をね、考えながら、どこを引けばいいのかみたいなお話をね、していければなと思います。ってことで、順番にやっていきましょうか。まあ、まずは、1位から100位、どうなっていたのっていう順位表、こちら。はい。まあ、正確な順位表ではないんですけれども、トップ20組、ネオ組、千早組、ジャック組、ルナ組、ソロモン組という6つのコースから、今回は選ぶことになりまして、その20体のうちの誰かが出ますよみたいな、ガチャになるわけですね。はい、なのでどこの組を引くかっていうのがかなり重要なものになってますので、適当に引けばいいってわけじゃないんで、それだけ注意していただければなと思います。まあ、まずトップ100のね、感想だよね。俺、ランスロット X トップ20入るって予想してたよね。やばいな、99位とかだったんですよね。99位だったんですよ。びっくりした。はい。まあ、ネオ組からソロモン組のところをこうやって左からどんどん下に下っていくって感じが、最終順位になります。だから、アテナが100位。ランスロット X が99位みたいな感じだね。いやー、これはちょっと予想できないキャラいっぱい入ってましたね。あと、やっぱ、アギョが多いね。あ行で適当に入れられただろうお前みたいなやつが、やはりどうしても目立つ。それかイとかで、なんかシュッて一回スライドして、あー、いい、これでいいやみたいな感じでイに入れたとかね。アダンがやっぱね、すごいキャラとして多いなと思った。そいつは可愛いとかさ、キャラ人気が高いとかならわかるんですけど、いや、そんなに人気なイメージないけどなみたいなやつも入ってんのは、だいたい、まあ、そのあ行システム、その投票システムがアから表示されるからね、あいうえお順でね。それのせいでアギョー、アダンのやつらが、めちゃくちゃ多いのかな。アダンではないか、アギョーか。いや、多かったね。ってのが、まあ、1位から100位だね。いやー、ちょっとね、俺、あと意外だったのが、今回俺リーチ結構いるんすよ、そのキャラとしてね。あのラック95とかで、あと1体引ければなみたいなキャラ結構いるんすよ。ダッキーのストラノアとかだよね。ノア入ってこなかったね。まあ、アニメがあったから、わりかし上に来てもおかしくないかなと思ったんだけど、やっぱキャラ数が増えたからね、入ってこなかったね。ノアは入ってこないか、さすがに。個人的にはノア入ってきてくれたらすげえ嬉しかったんですけどね、それも一緒に狙えたりする可能性がありますからね。でね、まあ見てご存知、わかる通り、まあ地雷多いね、今回もね。やっぱね、ほとんどの人がトップ20組を引くんですよ。人気のところの20で、自分の中でやっぱ外れが一番少ないっていうトップ20を引く人が多いんだけど、いやーね、トップ20組以外はね、どうしてもね、あのキャラには申し訳ないけど、1ミリも欲しいと思わないキャラがいっぱい含まれてるんだよね。だから、その地雷がいる中に飛び込めるかって話なんだよね。その地雷がさ、持ってないキャラとかだったらいいんだけど、結構ね、もう定期的にガチャ引いてる人とかだったら、やっぱ持ってたりね。持ってないけど引いてもいらないみたいなキャラがどうしても入っちゃってるから、まあそういうところでね、すっごい今回悩んでる人多いと思うから、需要に分けて、今回は順番にお話ししていこうかなと思います。じゃあまずですね、あんまりガチャとかを普段引いてない人ですね。やっぱ限定キャラとかも別に全部持ってるわけでもないですし、通称キャラとかは、まあ、どっかでキャッチでね、引けることが多いってこともあって、限定キャラを重視して、引きたいって人のための表でございます。こちら通常キャラの分布を色付きでまとめてきました。はい、この黄色いね、背景で表示されているキャラが、いつでも出るキャラになってます。要は通常キャラ、工場キャラっていうのかな。どんなガチャでも、まあ、属性ガチャとかでは出ないけど、普段のガチャで、いつでも、チャンス入手するチャンスがあるようなキャラたちになってます。まあ、こう見ると結構入ってるね。特にジャック組が多いのかな。ジャック組が 1,2,3,4,5,6,7 体、通常キャラが入ってて、ルナ組も6体入ってるのか、って考えると、ジャックルナ組を引くってなると、限定を抜くってことだけ考えるとちょっと確率は低くなっちゃうかもしれないね。まあ圧倒的トップ20だろうな。限定キャラ引くって人はトップ20組か、
だな、トップ20組かな。あとは、まあ、比較的通常キャラでも強いところが多いのはジャック組か。ジャック組は通常キャラがいっぱい入ってるんだけど、その今の通常キャラの中でも鎌足、アイリス、オニキス、ムーだったりは天までも使えたりするし、イドーラも豪絶適性持ってる、パックもサポートキャラとしてめっちゃ優秀、ボーパルソーだけはどうした多分アルファと間違って入れちゃったのかな、うん、マジボーパルソーだけわかんないんだけど、うん、それ以外は結構ね比較的強めの通常キャラが入ってるんで、まあ、ジャック組が多いからって言って避ける必要にはないのかなっていう感じはするね。まあ、持ってる持ってないはあると思うけど、うん、ってな感じ。まあ、限定キャラだけ抜くなら、まあ、トップ20組かネオ組いってあげるのが、限定キャラの回収ってところでは、めちゃくちゃはかどるところになるんじゃないかなと思います。なんでね、まあ、限定ガチャぐらいにしかオーブが使えないとか、コラボガチャとかやっぱ引きたいから貯めてるって人もさ、コラボガチャでこの黄色いね、色がついてるキャラたちは一応コラボガチャでも出る可能性のあるキャラたちになってますので、まあ、限定だけ抜いときたいよって人は、まあ、この表を参考にね、引いていくのがいいんじゃないかなってお話ですね。はい、じゃあまあこれはまあ無課金美課金向けの方向けのお話ですね。でこちらはまあ全員共通かな。はい、次の表、現環境でマジで強いって言われてるキャラたち。はい、マジで強いし、まあ結構幅広く使えるって感じでございます。ちなみに先に補足しておくと、低難易度周回だったり、天魔にはまるとかその辺はあんまり、重要視しないです。加えてめっちゃ厳しめに、はい、色つけてます。なんでこいつ強いのにみたいなやつも色がついてなかったりするんだけど、色がついてないやつは最悪いなくても頑張れるかなって思うんだけど、この色がついてるやつはいないと困る時があるっていう感覚で見ていただければなと思います。で天魔と低難易度周回はあんま意識してないっていうのを踏まえてね。はい、ってなのでこの色ついてるところが、まあいわゆるね世間で言われる人権キャラですね。はい、俺はまあもともとね人権キャラって言い方があんま好きじゃないんであんま使わないんですけど、まあみんなに分かりやすく言うならまあ人権キャラって感じかな。本当にこれ持ってるか持ってないかで、やっぱね広くそのモンストをね攻略していく上で、障害になるキャラたちですね。特に左上5体ネオ、チハヤ、ジャック、ルナ、ソラモン、ここはやっぱどうしても抑えときたいかな。でもこう見るとさすがにねトップ20ですね。トップ20本当にね、優秀、さすがにそうだよね。でアナスタシアはねちょっとおまけして入れたんですけど、やっぱねどうしてもアナスタシアってね強いんですよ。強い、めっちゃいいっすね。めっちゃやっぱアナスタシア今でも使うかな。本当にお世話になってますね。まあ、大友情時代でもありますから、このアナスタシアのもうやっぱねゲージなし爆発でアナビリティセットの SS めっちゃ強いですよね。で自身も友情火力結構出してくれるっていうのは本当魅力的なんで、アナスタシアやっぱ本当長生きしてると思う。今の環境でもやっぱ欲しいってなるかな。あとはまあもうみんな言うまでもないぐらい強いキャラばっかですね。これがまあその最近始めて結局どれが強いのか分かんないって人向けの、色付けになりますね。とりあえずこの辺を持ってなかったら狙っておけば間違いないよってところでございます。はい、がこの辺だね。これ全部持ってたら下手したらあとはフレンドとか頑張って降臨とか取ったら近畿全部いけんじゃねえかぐらいやっぱキャラパワーは高い。この辺のキャラたちねめちゃくちゃ強いっすよ。ほんとこの辺持ってりゃもうまあしばらく困んないんじゃないかなってぐらいですね。また年始のねキャラとかで時代は変わるとは思うんですけど、そいつらが出てきても戦っていけるようなキャラたちなんじゃないかな。でこの表を見た時にどういう風に引いていくかっていうと、まあ、ソロモン組2個しか光ってないから、全然弱いキャラがいっぱいいるから引かない方がいいのかなとはならないでくださいね。ソロモン、エビス持ってない、他結構持ってるってなんならソロモン組も候補に入ってきます。だからこの光ってるところで何体持ってないか加えて光ってないところで何体持ってないかの合計値みたいな感じで出してあげた方がいいと思いますね。でかつこの光ってるキャラたちは重要視してあげるのがまあ一番いいんじゃないかなってところをまとめてますね。まあこの辺引いてきゃもんってくないかな。俺がもしこの光ってるキャラ1体でも持ってなかったらそれマジ1点狙いしてに行くレベルで、やっぱ強いね。ネオ持ってないやつはネオ絶対行くし、チハヤ、ジャックルナ、ソロモン持ってなかったら絶対そいつらが入ってるとこ行く。まあ、この表で特におまけで入れてるのはアナスタシア、ジキル&ハイド、アンドロメダかな。この3体はちょっとおまけで入れた。あとジュズマルかな、最近の EX でハマったからちょっとだけ上げたイメージなんだけど、やっとねジュズマルが活躍できる場所っていうのをちゃんと用意してもらえたんでね。こいつパワーがあるんだけどね、
クエストがね追いついてこないんですよね、リズマルの性能にね、うん。まあ、天下五剣あたりは他に同時切りとか光ってないですけど、うん、この辺も結局大当たりではあると思うんでね。はい、ってのが、まあ、現環境で、まあ、最強格のキャラたちでございました。はい、お待たせしました。ここからは天魔のお話でございます。はい、天魔適性こちら。はい、黄色が土適性、マジでこいつがいると天魔戦えるっていうキャラで、青色のところがまあそのちょっと変わった攻略したりとか、最適性ではないんだけど連れていけるみたいなイメージで見ていただければなと思います。だから黄色が一番強くて時点で青で、光ってないところはまあいけはするけどパワーはめっちゃ足りないよねか、適正じゃないっていうのが光ってないところですね。はい、天魔だけで見るとこれめっちゃ面白いんですよ。うん、こう見てみるとトップ20組とジャック組がめっちゃいい勝負してるんですよね。基本的にこういうのどこで分けてもやっぱトップ20のキャラたちが強いからトップ20引いときゃ間違いないってなるんだけど、天魔だけを見るに関してはジャック組の優秀さがやばい。うん、ジャック、まあ2箇所ぐらいいけますね。あ、だから闇のところだったら両方ともいけるって感じ。まあ無理して連れてく必要はないかもしれないですけど、でもジャック1本いるだけで本当に楽になるっていう人もいるんで、スタイルに合ってたらジャックはやっぱ無双してくれるよね。うん、でも最適性の1体に入ってもいいってぐらいのキャラだと思う。うん、で鬼丸は3だね。中富の鎌足り2の古城の2、天魔の2ですね。でアイリスが6、デビパン10、オニキス10、ムー9ですね。はい、でジャックが4級かな。うん、って考えると天魔適性マジ優秀だねジャック組。うん、だって 1,2,3,4,5,6,7 でしょ。まあ3分の1ぐらいの確率で天魔適性引けるって感じだからね。うん、めちゃくちゃいいと思うジャック組、天魔だけで考えたらね。まあこれ持ってたら話違うよ。これ全部持ってなくて天魔苦しんでるって言ってる人はジャック組も一行してもいいかもってぐらいだね。はい、でトップ20組は、まあ、ジャック、ルナ、ピリカ、鬼丸、マソという感じですね。最適性クラス取ってきてるのは5キャラ、うん、かな。でまあ順時点で強いって言われてるのが、まあ、3でエビス、7で三日月。俺7は三日月はあんま好きじゃないんですけど、で、6でネオ、6でネオも俺はあんま好きじゃないですね、うん、あんま好きじゃないけど3エビスはね普通に強いと思った、うん、かな。この辺になってくるかな、うん、だから青はね合ってないようなもんだと思ってください。エビスだけちょっと黄色寄りかなって感じ、うん、ってのが、天魔適性だけで見るとこですね、はい、ただね、ソロモンとか一応ねその天魔10の周回用キャラとして連れていけるんですけど、そのやっぱねデビパンとオニキスと違ってちょっと特殊な攻略になるので今回光らせてないだけです、はい、まあ天魔10もね周回クエストなんでね、まあ見てる方は多分ある程度わかると思うんですけど、うん、いや面白いよねこう見てみるとね、めちゃくちゃ面白いと思う。うん、だから天魔適性とか考えるんであれば、まあ、この辺ってなってくるわけだよね。まあ、キャラ少なかったらもうちょっと候補入ってくるキャラっていっぱいいると思うんだけどね。それこそねあのアーキレット EX でハレルヤとか、うん、変わってくると思うから、うん、まあ人によるとは思うんですけど、まあ、天魔適性っていうのはこういう感じでございました。はい、ってことで今通常のトップ100、あとは通常キャラがどこにいるかの分布、あとは現環境で最強って言われているキャラたちのピック、あとは天魔適性のピックって見てきたんですけど、まあこの辺りで、大きく分けて自分で引く理由っていうのをつけてあげるのがいいかなと個人的には感じてます、うん、なんでこの流れでね一緒に今表をいっぱい見てきたと思うんですけど、あこれ欲しい、あこここれで使えるのかみたいになった人は、まあ、そこで一行するのがいいんじゃないかな。でこれを見ても決められない人たち、もう一旦落ち着いてトップ20引いた方がいいと思う、うん、やっぱね平均点がねバカみたいに高いんでトップ20はね、当たり前ですけど、うん、なんでどれ引いてもああまあいいかみたいな感じになるキャラが多いからトップ20引いてあげるのが間違いないかなとは思いますね。はい、ってことで最後に、僕の中では一番大事、俺が欲しい票です、こちら。はい、黄色が俺が欲しいキャラで、青ができたら欲しいって感じのキャラですね。はい、がまとまっております。面白いよ。千早2体目、ルナも2体目が欲しい、ピリカは初ゲットで欲しい、聖徳太子は2体目が欲しい、三日月は3体目が欲しいって感じだね、うん、がトップ20組で、ネオ組のノストラダムスはあと1体で運極なんでまあ引けたら嬉しいんだけど、ノストラダムスのためにさここ1点狙いはちょっとやからすぎるでしょ。ネオ組ノストラ引きますって言ってネオ組行って、お前イシュタルとか出てみんよ、携帯ぶっ壊しちゃうから、さすがにネオ組はいかないかな。うん、で次千早組、
千早組は、まあ、千早2体目、聖徳太子2体目、三日月3体目、そしてダルタニアンが俺ラックなんと85、はい、なんで、まあ、ダルタニアンが出てもまあまあまあ許せるかなっていうところでダルタニアン青く光らせてますね。うん、それ以外はあんまり欲しくないかな。ラックがね特別高いやつっていうのもいないので、うん、それ以外欲しいのいない。うん、でジャック組、奇跡のゼロ体、本当に誰も欲しいってキャラがいないですね、俺の中では。うん、オニキスムーも、やってるし、アグナムート X カムイ、この辺も運極ですし、うん、いらないいないかな。でジャックも十分持ってる、アビス2体目いらない、オニマルも3体いるって、カマエルも3体以上いる、アリスも艦隊全部厳選終わってるぐらいまでいってるんで、まあいらないかな。強いて言うなら法政天の2体目と、あとは中富の鎌足の3体目かな。この辺はあってもいいかなと思うんだけど、別になんかこのガチャのチョイスに入れるほどではないかなと思ってますね。はい、でルナ組、ルナ光ってる、ランスロット X、 俺ランスロット X1 体しか持ってないんですよ。うん、もともとね4体持ちぐらいだったんだけど、あのランスロットをね当時運極にするときに、あのランスロット X も混ぜちゃったんですよね。それのせいでランスロット X が1体しかいなくて、だからランスロット X はねどっかでちょっと回収しときたいなとは思ってるんですけど、ルナとランスロ X の2点狙いは恐ろしすぎる恐ろしすぎるからさすがにいけないわ。うん、さすがにいけない。ここはいけないでしょ、アキレウスいんだぞここに。アキレウスだけは許すな、本当にやだ。イリス、アネモネも謎だし、まあ、イリスはね、俺はね、イラストがいいから、ファンが多いっていうのはありそうですけどね。うん、ぬかたのおきんもね、天魔のせいで入ってると思うんだけど。うん、ちょっとここ行くのは怖いなぁ。で、ソロモン組、ピリカ、1体目、発言。と、ダッキが、引いた瞬間、運極。なんで、まあ、ここかな。うん、ダッキがね、なんかバッと寄ってくれたらね、完璧なんですけど、うまくできてますよね。本当に、うまくできてるよね。本当にうまくできてる。本当に欲しいところがバッと重ならないんだよね。いやらしいわ。本当にいやらしい。マジでいやらしいと思う、これ。上位勢だけ見たら全部激アツガチャに見えるんですけどね。下位勢を見ていくと、ちょっとなんか吐きそうになりますよね。あと、まあ一応、神王も発言か。だから神王も光っていいかな。って考えると、俺の中ではもうトップ20か、千早か、ソロモン組。この3択なんだけど。今年は俺多分トップ20行きます。トップ20、うん、トップ20引きに行くと思います。まあほとんどの人がトップ20引くと思うんだけど、トップ20にやっぱね 1,2,3,4,5 キャラ予備位置 25% 簡単だわ、やべえ、でけえな。これどれか引けたら、これどれか引けるでしょ、引ける引ける。でもねすげえんだわ。あ、まあ別にネオのラック伸びるとかは全然いいですけどね。でもソロモン、アーサー運極でしょ、アナスタシアラック伸びのいいね、ルシファー運極、マナ運極、やばいっすここ、うん、なんかもう落差がやばい。運極になってるガチャ券って一番いらないからね、うん、まあ、何体目かいてもいいですけど、まあちょっといらないよねって考えると、やっぱトップ20怖いってなってソロモン組を見てみると我に返るんですよね。あ、もっといらねえやってなって我に返るんで、はい、今年私トップ20いきます。はい、でこれ日曜日からねガチャが始まるみたいなので、まあそれまでね、こういう表だったりを見て、悩んで悩んで、大事なガチャですから、引いていただければなと思います。ということで、皆様本日の、動画をご視聴ありがとうございました。でちょっと一件重要なことがありまして、土曜日日曜日と、ここいつも僕が使ってるスタジオがですね、ビルのなんか工事かなんかで立ち入れないんですよね。なんで土日のちょっと動画収録ができなくてですね、まあ、手前で撮っといた動画とかをアップして、行くと思うんですけど、あの土曜日に来るものだったり日曜日に来るものっていうのがもしかしたら撮れない可能性があって、で日曜日に関してはこのガチャ来るじゃない、うん、だからそれがちょっと遅れちゃう可能性があるって感じだね。家で撮るかもしれないですけれども。はい。なんでその辺を、ちょっとよろしくお願いしますということで、よろしくお願いします。話がめっちゃまとまんなかったですけど。はい。ということでここまで見てくださった皆様ありがとうございました。よかったら最後にチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。